リフォーム塾では知らないと損する最新の有益情報を忖度なしで随時配信。見逃さないように絶対チャンネル登録お願いします。23年11月値上げ最新情報、今日のテーマなんですけれども、またまた仕入れ先からパナソニックとトグラスのキッチンについて値上げしますっていう情報が来たので、まあ、そちらについてお伝えさせていただきますと、はい、でパナソニックトグラスのキッチンって聞くと僕らがメインで扱ってる商材ではないので、まあまあみたいな感じになるんですけど、まあ、一旦大丈夫かなみたいな思いますけれども、はい、今後これがクリーンアップとかリクシルとか、まあ、そういったまあキッチンメインで扱っているところについても波及してくるんではないかということを懸念してのお話になります。はい、リフォーム会社をお探しの方必見。これまでリフォーム塾に出演していただいた企業を地図から探せる。詳しくは概要欄へ。何があったかというと、通常の値上げっていうのは、はい、定価が100万っていう、まあ、キッチンも今結構なくなってきましたけども、定価が100万のものを今後何月何日以降を110万にします、 10% 値上げしますみたいな、はい、まあ、話なんですよね、はい、ただそうやって当然ですけども、お客さんです、例えばショールーム行ったら定価明細ってもらうじゃないですか。定価100万って書いてるわけじゃないですか、はい、でそれがまあ何月何日以降いきなりそれが定価110万になるわけなんで、100万とか110万になるわけなんで、はい、当然ですけどもお客さん見場が変わるんで、メーカーとしてもお客さんに定価変わりますってことをお伝えする義務あるじゃないですか、はい、なので、まあ、ショールームでもそういう資料を配布しますし、ホームページ上もまあ、そういった定価変わりますっていうことをプレスリリース、まあ、するわけなんですよね、はい、まあ、これは通常値上げですと。けど今回何があったかというと、その定価は変わりませんっていうんですよ。定価変わらないけど値上げってどういうことなんですか。でこれはまあ大田君よくご存知かと思うんですけど、僕らって定価100万のものを100万出すことってほとんどないじゃないですか、はい、もちろん一部宝の商品なんかは定価販売ですよっていうのもありますけども、大概のパナソニック、リクシル、クリナップ、まあ、こういったところのキッチンについては、はい、まあ、定価の 50% 以上、まあ、引いた金額でお客さんに出すわけじゃないですか、はい、まあ、これつまりどういうかというと、まあ、僕らのその仕入れっていうのは定価に対して大体こう 30% で仕入れることが多いんですよね。 30% ぐらいで、でそれはまあお客さん出しでまあ 40% みたいな感じでまあ出すことが多いですと、はい、まあ、そこまで OK ですかね、はい、簡単に言うと今回の値上げっていうのは定価は100万のものですけど、僕らが今まで 30% で仕入れられてたものを 35%、はい、なんなら 40% にしますよっていう通達なんですよ。ってことは僕らがお客さんに出すやつも上げざるを得なくなる、上げざるを得なくなると、そういう値上げのやり方なんですね、はい、ただメーカー的には定価変わらないんでお客さんに言う義務があるのかっていうと、はい、クエスチョン。あ、見栄えはほとんど変わらない、そう、変わらないですね、定価一緒やからっていう。けど一方で僕らは考えて仕入れられる金額が違うわけやから、はい、僕らお客さんに対して説明義務あるじゃないですか、はい、ずっこないですか。メーカーはだって何も言わないですよ、面倒のお客さんに。そうですね、だから僕ら工務店が説明しないといけない、はい、そうそうそう、なんか押し付けられたのか、なんか前と値段違うねんけどみたいな感じで、いやこれ仕入れに変わったんですよ。まあその継続取引ってまあ基本的にはそんなないじゃないですか。同じお客さんで A という物件に入れて次 B という物件に入れるってことってまあほとんどないんで、はい、まあないですけど、基本継続取引やとしたら、え、なんでこんなのってなるやつ、なりますね。いや前これやったやんっていう、うん、っていうことでそういった掛け率をいじりに行くというのが今回の値上げの趣旨になっておりますと、はい、はい、まあ、具体的にもう少し詳細をお伝えさせていただくと、はい、キッチン全体の掛け率が、まあ、この 30% か 40% になるっていうわけではないんですよ、はい、どういうことかというとキッチンって言ってもまずキッチンカウンターがあったりキャビネットあるじゃないですか、はい、まあ、大体こういうものをパナソニックとか、まあ、リクシル、まあ、クリナップ、まあ、それ作ってるわけなんですよ、まあ、これキッチン本体ですと、はい、ただガスコンロとかレンジフード水洗、まあ、ここら辺機器類っていう呼び方をするんですけど、こういったものって大体こう他メーカーが作ってきたものをまあ仕入れて、まあ、リクシルとかクリーナップパナソニックのものとしてまあ僕らに出してくるわけなんですよ、はい、そういった機類に関して今回掛け率を変えますっていうのがパナソニックとトクラスの値上げの趣旨になります、はいはい、具体的に言うと、まあ、今回、まあ、ガスコンロが一番分かりやすいのでガスコンロについて話すんですけど、ガスコンロっていうのが今まで簡単に言ったらキッチンと同じ価格で出せたものがあったわけですよね、はい、簡単に言ったら僕ら 30% で仕入れられたものを 40% 出せる、そういったガスコンロがあったわけなんですけど、今回この値上げ後になるとどうなるかというと、簡単に言うと 30% でこれまで仕入れられてたガスコンロが 50% でしか仕入れられなくなるんですよ、はい、
かなりでかいですよね、はい、ってことはお客さんには、まあ、感覚的には大体こう 70% 近くで出さないと割に合わなくなってくるんで、そうですね、実質値上げ幅って結構でかいです。これ今回びっくりしたいですか。だから簡単にお客さんには通達ない、例えば定価大体こうガスコンロっていうと20万ぐらいのが多かったりするわけなんですけど、掛け率こんな変わるじゃないですか、まあ、10何%変わるじゃないですか、はい、そうしたら 2,3 万普通に変わるんですよ。あ、そうですよね、はい、定価そのままなのに、そう、定価そのままで確率だけ変わると、はい、でこれがガスコンロだけじゃなくてレンジフード、水洗、食洗機とかとどうなのか分かんないですけど、食洗機とか入ってくると全部合わせると普通に考えたら10万ぐらい値上げしますよ。そうですね、何万か1箇所2万2万2万みたいな感じになってくると結構大きいですよね、うん、それしかもそれがお客さんへ通達なしで行われるっていう、なかなかえげつないですね。なかなかえげつないでしょ。はい、なんでこういうことが起こるかっていうと、例えばなんですけども、まあ、またガスコンロの話なんですけど、ガスコンロってまあリンナイが作ってることが多いですと。リンナイのガスコンロカタログ見れば、大体その似たような商品ってのはあるわけなんですね。パナソニックとか、はい、まあ、リクシルとかのカタログに載ってる、まあ、リクシル、ガスコンロと、リンナイのカタログに載ってるガスコンロっていうのは大体こう似通ってくるわけなんですよ、はい、で僕らからすれば定価だけ変えると思うわけなんですよ。はいはい、そらそうですね、パナソニックとか、まあ、トクラスのカタログに載っているガスコンロの定価を今は20万って書いてあったのを25万とかにしたら掛け率はそのままでいいやないかと思うわけなんですけど、はい、多分その年内のカタログに載っている定価と大きく乖離が生まれるのも嫌なんでしょうね。だって同等商品なわけなんで、なんでこっちが買ったらこんな高いんやって、あ、そう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 、なりたくないんでしょうね、はい、メーカーは。なのでもう掛け率自体をいじりに行くと、はい、いうことになっております。けど今後ね、これ進めばどうなっていくか分かります？大田君、流れとして。いや、ちょっと分かんないで詳しく教えてもらっていいですか。まあ、簡単に言うと、そういった機器類の値段がバン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 値上がりするわけじゃないですか、はい、けどガスコンロって別にパナソニックのキッチンと一緒に買う必要ってないじゃないですか、はい、別に院内が直接買ったって同じようなもの買えるわけじゃないですか。ああ、そうですね、はい、同じものだったら別にどっから買っても、正直その院内から直接買ってパナソニック経由で買ったとしても同じぐらいの値段でだったからパナソニックから買ってたけれども、今回この値上げが発生することによって院内から直接仕入れる方が安いものっていくつか出てくるんですよ、はい、まあ、院内とかそういうメーカーからね、まあ、水洗とか KVK とか、まあ、もちろんリクシル製の水洗もありますけれども、直接買った方が、そう、直接それぞれのメーカーから買う方が安くなってくるんですよ、はい、ってなったらそこから取っていかないですか。そりゃそうですよね、同じようなもの安くそら買えた方がみんなとこですからね、はいはい、っていうような感じになって、もっとキッチンごちゃごちゃしてくるっていう工事が本体はここだけ、本体はこれやけどこれはこのメーカーから入れてみたいな、もういろんなとこから引っ張ってきて、あ、そうそうそう、あ、それややこしくなりますよね。ややこしくなると、まあ、逆にお客さんからしたら、まあ、そういう風にすればもしかしたらちょっとコストとしては安く抑えられるかもしれないんですけども、まあ、当然僕らとしても手間で増えるじゃないですか、はい、別のカタログから用意するとか、そうですね、発注もせなかったので発注もあらゆる先にするわけですからね、はい、まあ、ってなったら別で手間いただきたくなりますよね、はいはい、まあ、そういう感じで、まあ、お客さんにとっては、まあ、今後そういう表には出てこないホームページとかでは公開されない値上げというものが、まあ、行われていく可能性があるというところを認識していただいた上で、はい、まあ、それが行われない前に、例えば今来ているトクラスでいうと11月2日以降の見積もりについては値上げされた金額で来るということなんで、トクラスについてはもう値上げされてますということで、他メーカーについてはまだ大丈夫だと思いますけれども、まあ、今後そういった流れがやっぱり引き続き続いていくと思いますので、リフォーム検討中の方はやはりなるはやで、はいはい、対応された方がいいんじゃないかなというところの話になります、はいはい、以上になります。ありがとうございます。ありがとうございました。